お疲れちゃんですラットです。今日はですねこちらのゴールナインエルジェやっていきたいと思います。さあこちらなんですけど、海外のね、まあ世界大会にも出るような選手がこれをね発明しました。でマルチ世界一行って、他のプレイヤーもね今これ使ってて、もうすごいね流行り始めてます。はい、でめちゃくちゃ強いんですよ。もうめちゃくちゃ強い。ゴルナイプラストルネで、まあ強制的にね、相手のターンにダメージ与えていくよっていうので、もうほんと世界大会でもね、使われるんじゃないかっていうぐらい、鬼強デッキね、はい、今日やっていきたいと思います。で、まあ、対空がなんかちょっと少ないので、ボンバーの枠とか、ぶっちゃけメガゴでもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、まあその辺はなんかね、トリトンだったり、まあ好きにいじってください。まあゴルナイが強いんでね。別にエレジャイのね、レベルないなら、エレジャイじゃなくて、ゴレでもね、はい、ゴレにして、まあ、ボンバーメガゴとか、まあ、そんなのでもね、はい、全然いいと思います。鬼強です。端前マジアチャトルネロンですね。そう、端前マジアチャトルネで強制的にダメージ与えるのと同じで、端前トルネゴルナイでね、はい、絶対的にダメージ与えてきます。ダッシュさせてね。はい、そういったところで、今回ねマグナムさんですね。この人ね、バルーンですね。はい、バルーンでファルチェバルーンだったと思うんですよ。ファルチェ・バルキリー施設が入ってるかないかは分かんないですね。多分その時次第だと思うんですけど、まあなんで施設僕のゴボリプラストルネで、まあバルーンは近起動できるよと。で問題2周目3周目ですね。やっぱ回転が遅いので、あと対空ベビーしかないんでね、はい、この火力がないドラゴンしかいないんで、まあバルーンがちょっとめんどくさくはなってくるかな。高回転のね、まあ、でこう序盤ちょっと待ってくれるとまあでかいよね。でもいや施設がないのがね厄介。施設がないのがどうしようかな。もう回そうかな。暇だな。ケツエレジャイはさすがに逆サイバルーンプッパで行かれるしみたいなとこあるんでね。でファルチェバルーンだったら待つのかな。いやわかんない、違うかもしれないんですけど、まあ、間違いなくバルーン使いの方ですね。はい、まあファルチェバルーンでしょう。で僕は施設が入ってなかったらありがたいね。たまに大砲とかなんかボムタワーとか入ってるんですよ。なんかファルチェバルーン進化してるのよ。そう、時代とともにね、形をちょっと変えながら進化してるんですけど、まあ一旦ゴルナイおじさんで様子見みたいなとこあるっすよね。さあ、ああやっぱファルチェバルーンですよね多分。であとは施設トルネで、あこれもう言っていいと思いますねクソチンパンなんですけど、施設なかったらもうこうやって勝ちみたいなとこあるんでね。よいしょ。で、まあ一旦ゴルナイぐらい走らしとくか、これ。今だろ、お前。いけ。よし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 。で、俺、多分ね、檻をね、先置きしたらダメなんですよ、これ。逆サイバルーン止まんなくなっちゃうんで。まあ一発鬼許容説もあるな。一発鬼許容します。はい。で、まあ一発受けるよね、と。でもまあ近起動できて、でまあこっからかな。でファルチ咲いたし、エレジャイとりあえず行っとこうかみたいなねゴルナイ走ろうかみたいなね、そんな感じっすよね。でボンバーぐらいでね、あのバルキリー突破できないのかな。処理してほしいね、溶かしてほしいよね。ああボンバーがトルネザップでいかれちった。さあ、いやエレジャイが意外とね、さあ通んないことが分かりました。まあ、バルキリープラストルネでね、ゲット化されちゃうんで、じゃあ、ケッちゃんですね。2周目エレジャイですね。エレジャイ2周回しましょう。で、ここは一旦ね、オリトルネで守れます。うん。さあ、でも、おじさんで拾いながら。さあ、で、キングにするのはちょっと怖い。で、2周目を回したいね。まあ、あとあれ、ライトニング打つとか、まあ、いろいろ多分あると思うんですけど。ファルチにな、ミリぐらいかすればね、あ、ミリってかすると熱い。これはね、多分1周目でいいと思う。1周目でゴリって、なんならゴルナイおじさんも走れや。で、ボンバーは出さなくてもいいかな。さあ、ベビーがね、頑張ってる。あ、ギャ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 。で、これトルネ使ったんで、端前入れちゃいで終わりですね。はい、神相性でした。というわけで。まあこれはもう本当に、ゴルナイが輝いてというよりかはね、エリジェイがただただ輝いてただけなんですけど。いやー、マジ、エレジャイ、やばいよね。これはなんか申し訳ないな。申し訳ないですけど、ただの本当に神相性です。さあ、というわけでやって、おー、もうリグワールド、熱っ。ゴールドもう今、かそってるんでね、僕。もうエレジャイはね、本当カードパワーめっちゃ高いんでね、監査できるなら刺したら多分無双できると思いますよ。トロフィーも、
本当5000とか6000とかだったら秒でね上がれるんじゃないかっていうぐらい、まあカードパワーはある方だと思います。さあというわけでディガーウッド、まあウォールブレーカーとウッドディガーだもんな、なんだろうな。いやゴルネ走らせたいんですけど、キング軌道ワンチャンされるのちょっと嫌だなと思って、めっちゃ歩いてますこいつ、一生歩いてる。うん、これ走って、あ走らないか、ヤリゴフギャング、あ迫撃かな今んとこ、あ迫撃ですね。さあというわけで、まあイレジャーのね、まあメタカードというね迫撃法ですね。まあ施設が結構きついんですけど、まあその中でもねトップレベルにきついのがこの迫撃ですね。はい、まあ鬼許容でいきましょうか、もうガン無視で。さあムートもちょっと厄介ですか、これゴルナイエレジャイの前に行っても別にいいです。なんならスキル使えばあのリセットされるんでね。で今これ施設がないので、この瞬間がね相手はちょっときつくなってくんないのかな。一回これでリセットしてタゲがね変わってゴルナイが残ってますね。 OK、 まあ相手があの攻め迫してきたのがねちょっとアドになりましたね。4アド、あれ暴白されてたらまた分かんなかったんですけど、攻めてきたら無視して防衛施設がないタイミングになるので、ワンパンですね。さあタワー1個折ったらね無料のスタンプがちょっと降ってきちゃった。さあギャングとか、おお。さあまあこれはしっかりねトルネプラスのなんか適当に守っていきましょう。まあ僕のこっからの負け筋はなんだ、まあムードガゴムね、大工ベビーなんでね、ムートカゴムね、あと8枚ムートギャングぐらい。まあでもタルゴもあるんでね、マジ。ボンバーはあの本当に、ボンバーである理由がね、あんまないと思うんですけど。そう、さあ。まあ、俺はムートとかね。まあ壊してあげましょうか。一応許容できるんで、ある程度は。ある程度、あ、これゴルネダッシュだけでよかったっすね。うん、まあ2000年、おられなければみたいなとこありますね。さあ一旦降り置いて、まあムート来たら防衛ライトでもいいですね。さあ早めにねディガー来るんでね、高めのしっかり軽く処理してあげて、迫撃使ったんでね、あのエリザ行ってもいい気もします、行っちゃいます。でこれね、はい、ゴルナイダッシュやりたいと思います。これがねもうゴンデッキの強み。あーちょっとそれ邪魔だな、走ってゴルナイ走りたいだろ、行ってこい、レッツゴーダッシュ。 OK でこれでね、いやー行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、これでまあ確実にダメージ与えられるよねっていうトルネまでね巻き込めば、はい、そういったところでね、はい、次行きましょう。さあよろしく。でエレジャイって基本的にね立ち回り2パターンしかなくて、まあゴブ折りとか置いて、あとユニットを後ろから出して、まあ、ユニットがね、いっぱい余ったなと思って、端前ね、エリジャイっぽいってつけるパターンと、あ、これ、近距離できるの？スライス？いや、これ、でかいですね。で、もう一つが、いや、若さが足りん、最近。まあ、ケツからですね。まあ、相手が施設とか持ってると、やっぱ端前エリジャイ出しても、施設でね、はい、守られて突破できないので、まあ、相手が施設持ち、今回でいいね。今回持ってないかな、まだ枯渇、アウプリ型だったら持ってないけど、そうですね。テスラ枯渇だったら入ってますね。ユーノなんでちょっと施設がないのかな。で、施設が持ってる相手には、まあ、できるだけね、ケツから出した方が有効ですね。うん。相手それ多分やってますね、これ。僕のデッキを多分ね、まだ、なんだろうと思ってるんですけど、これプリンス咲いたらね、このゴリラ止まんないっすね。はい。これ多分終わったっすね。まあ、あとゴブドリつい、ゴブドリじゃねえな。ゴルネおじさん追加とか、ああうまいっすね、その言うと言うの。うん、こっちも置いて、これダッシュしたい、ダッシュしたい、君が輝く時。いやー何もいなくなっちゃったけど、さああれ思ってる解けましたね、縦線か。さあ縦線の火力で守られますけど、いややば、いやゴルネが一発200っすよ、あの速さで。いやマジバケモンなんですよね。はい、なんで、まあ、今回みたいな施設持ってない相手にはこう普通にねユニットとか施設がいっぱい出して、端前にね、カウンターでポンって出せば、まあ基本的にね、ダメージ入っていきます。まあ、ケツから組んだ方がより確実っていうのは、まああるかもしれないんですけど、まあ施設持ってないなら別にね、ケツから出さなくてもいいよねっていう。さあ、
でまあシーツ持ってたらケツからだよねっていう感じが、本当に2パターンこの棒立ち回りだけしかないんで、結構使いやすいしシンプルだと思うんですよね、エレジャイは。さあというわけでおじちゃんで受けます。でワンチャンエレジャイケツでもいいですね。まあケツからだと、ね、より確実にね、はい、受けれると思います。まあ無理やり2周目で攻めてきますからね。さあで檻とかも置いてこっちに来てほしいよね。こっちに来てほしいね。これ金魚としてるんで僕無視でいいんですよね。 OK で、まあボンバーとか添えてあげて達戦やってもらってね、あとはまあゴルダイおじさんにね走ってもらえれば OK。 というわけで、私施設持ってないとペッカとかね、ほんとエリジェイとゴルナイがぶっ壊れですね。というわけでやーべえな、エリジェイこれで下放されましたからね前。いやゴール内が強すぎる。さあイケメン、さあちょっとねメガゴ型もやってみたいと思いますと思ったら、あれミスったな俺、ボンバーカイコでベビーメガゴでやろうと思ったんだけど、ボンバーいるんだよな。いやドイツがさよならしちゃったんだ。ベビドラサタイケニーにしたかな。いやエリジェイの姿ちょっと見えないの怖いけど、おお、おじさんが来たね。いやこのデッキおじさんが2枚いるじゃん。いやムート、ムートは迫撃とかかな。ベビーか、まあ、ゴレかな。そしたらゴレライドラーの顔はちょっとしてるっすよね。いや今回僕ベビドラさよならしちゃったっすね。まあベビドラちょっと欲しかったけど、いやもうねこういう始まりっぽいって言っちゃえばいいんですよ。あんま良くないかもしんないけど、まあ、言うてこれだけででも相手やっぱきつそうですね。あーでやっぱライドラゴレなので、あれまあトルネでもいいんだけどな、ぶっちゃけ。まあここはライト打ちます。ランバーまで来たんでね、うん。である程度ダメージ入って、まあランバー出したからそんなエリアと取られてるわけではないと思うんですけど、まあ3アドぐらい取られてるかもしんない。うん、まあ防衛ライト必須レベルですね。まあ、ライトニングドラゴン。ライドラがね、やっぱ厄介になってくるかな、ぐらい。まあ、ケツゴレかケツムーか分かれますね、人によって。ただ、ケツゴレ来て、まあ、守ればいいんすけど、ちょっとなんとなく攻めようかな、って。これあれか？ゴレの後ろのムートとかで許容されんのか。はい、ですよね。いやでもゴルナイやばいよね。まあ、5コスでこんだけ、ね、入りますから。まあ、スキル使ってるんでね。あと後ろの相手の後衛ですね。でこういうのもまあ確実にねライトで守ろうかなっていう思いで、これムートの滝がねタワーに届いてるのが良くないんですけど、さあでライトニング使ったんで今ね相手のライドラ無双しちゃうよねっていう、これね延命多分できそうだったんだけどな。いやこれさすがにランバーで受けてくるっすね。これ無視したら折れちゃうの。まあ一旦守るか。まあエレジェフタするかどうかっていうすごい悩むところがあるんですけど、よいしょよいしょ。さあトルネでねなんとか耐えてほしい。いや待って、思ってるのが俺の方がダメージ受けちゃうの、なんか思ったよりだったね。さあまあここは耐えれますよと。で僕は今回ね、はい、攻めたいですね。攻めちゃうぞっていう顔をしていきます。さあ始まり対決どっちが早いのかってなった時に、まあさすがに施設ある方がちょっと有利な気がするけど、えちょっと待って待って、お前バカだろ。ちょっと待って、お前絶対バカだろ今の。いやさすがにバカだなあれは、マジでバカじゃないあれは。いやまあ金起動、金起動して、いやさすがにおバカすぎる。いや危ない危ない危ない、変な檻を置いたけど意外といい感じ。いやマジか、今のムートで世界変わっちもったな。で始まりじゃいきたいですね。もう一回もういったもん勝ちみたいなとこありそう。まあ一旦これ相手守っていきますね。さあよいしょ。
節になっちゃうんですね。いやー、505ですね。まあまだ全然今からみたいなとこですね。さあメガ5、エリジャー警戒かな。さあ単品ぐらいは逆サイにね、はい、来てもらって、こっちに来てもらう。でカウンターのね、さあエリジャーがいけるぞ。これはこれどっから動画見てもいけるっすよね。これいかないのはねバカなんでね。さあライドラね、ヤクザぐらい強い。よいしょ。でゴルナイね、そろそろ輝きたいやろ、お前走ってこい。いやー、思ったより届かねえな。なんならライトニング削り説ある。いや、もう一周のライトニングでギリ勝てる、ギリ勝てることになる。さ、いやー、危ねえ。マジで負けたと思いましたね。さあ、オッケー。いや、うまいな、なんか。ね、いや、追ってくるんかい。今日の相手はもうみんなね、元気ですね。さあ、ちょっと相性いい気もするんですけどね。相手のムートトルネンとかのボイブうまかったっすね。まあ、エレジャー行ってね、その、施設持ってなかったら相手が、もうぶっ刺さってね、はい、神相性勝ちってなることが多くて、逆に施設持ってるとやっぱ頑張っても突破できなくてね、ギリギリな戦いになることが多いんで、なんかそういった時にまあタイブレイクで勝つっていうのがやっぱ多いんで、その分守るっていうのも大事になってきますね。やっぱ防衛硬いんでこのデッキ、折りも何でもですし、まあ施設プラスの、まあ、折りプラスのこういうデッキマジ防衛硬いんで、まあ呪文削りで勝つっていうことも結構あると思いますね。いや、ワンチャン今回ミラーかもしんないですね。そう、お互いダメージ入んなくて最後スペルでみたいなね。いや、これはあれっすね、スケラですね、ナイトなんでね。さあ遅延スケラ、スケラ打ってきたら剥がそうかな。うん、これ折り裂いたな。これ相手折り裂いてるんで LJ 止まんなくね。いやマジで、いや、そういうことっすよね、マジで。本当に。本当にそういうことなんだよな。いや、これさすがに守るか。うん。いやー、回しましたね。まあでも、ベビーが、ちょこんちょこん、してくんないかな。さあ、チェーンスケラですね。まあ、チェーンスケラも、まあ、やっぱダメージ通んないんすよね。意外と、ライトニング打ったとって、2周目だったり、防衛取れるんで、意外と通らないので、まあ、相手のダメージ、しっかり防いでいくのが大事ですね。またタイブレイク狙いで。って感じかな。さあ、これもスキル打たれるだけでめんどくさいってやつですよね。うん。打ってこないんだ。今俺打ってくると思ってた。打ってこないのか。丁寧ですね。うん。まあ、スキル用にベビー。これなんか来たら、ああ、これキング起動ですね、絶対。いや、相手もか。お、ええ、ダブル芝。ちょっと待って、やば、そんなやついねえぞあんま。ちょっと待って待って、いや待って待って待って、笑わせんなよ本当に。やばいやろ、やばいやろ。おー、まあまあ、あれは、いやー、それは多分うまい、急にうまいじゃんね。やばいよ今の、今バカおもろかった今。いや、これなら走ればタワー行くんすよね、あの位置。これ走りメガゴにね、あ、そういえばさっきあのボンバーメガゴにしました。はい。なんでそれがいい感じになってます。さあ、マッスル壊して、さあ、いやー、さすがに勝ったくせえな。相手、芝なんかするから。でもこうなったら、もうスペル圏内なんでね、エレジャイとかね、重めのインター出さないでね。始まり圧だけね、はい、やっとけばいいと思います。ゴルナイで諦めたっすね、さすがに。さあ、というわけで、そんなことあんのか。いや、眠かったんでしょうね。いや、しかも大トロごめんなさい、ありがとう、おやすみ。はい、というわけで今日ね、このエレジャイゴルナイやったんすけど、まあエレジャイレベル9ならゴレだったり、まあこのベビーメガゴとかもね、本当に何でもいじれまくれると思うんでね、はい、ゴルナイ持ってなかったら最悪ダックプリでもただのエレジャイになっちゃうんですけどね、はい、ぜひ使ってみてください。
よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。